アサマリンは、林道か林道族属に分類される多年草の一種。日本の固有種である。和名のアサマは、最初に三重県のアサマ山で発見されたことに由来する。種小名の四国穴は四国山を意味する。根は荒いヒゲ根で薄黄色。茎は直立、または斜上し、四乗線があり、草丈は高さ10から25センチメートル。葉は乱形。 または長大円形、長さ3から9センチメートル、角質で先端が尖り、基部も次第に狭まって、明らかな傭兵に連なり、円には波状のシワがあり、少し光沢があり、三種脈が目立ち、2から4体が耐性する。茎の先端途上部の溶液に、青紫色の花を上向きに数個つける。果敢は、長さ4から5センチメートル、表面に、 薄緑色の細かい斑点がある。額は緑色、額頭は長さ1 0ト、mm、ル前後、列片は卵型で5列し平らに開く。果敢副片は小さく、果ては果敢から出ない。種子は非新型で網紋と狭い翼がある。夏季は10から11月。低産地の林内に生育する浅間林道、浅間山にて日本の本州、四国。 九州に分布する。九州産地、四国産地と紀伊産地に特徴的に分布する植物である、ソハヤキ要素植物の一つとされている。1932年に三重県植物市で浅間七草の一つとして紹介されている。低産地の林内に生育する。稀に林道との自然雑種の伊勢林道が見られる。以下の品種が知られている。 同族の林道に形態が似ていて、林道が葉が5体以上なのに対して、本種は葉が2から4体。林道は学列片が非神経、または線形で平ら開けしないのに対して、本種は学列片が卵型で平ら開する。林道は葉の縁が波状にならず、傭兵がないのに対して、本種は葉の縁が波状になり、傭兵がある。 環境省による国レベルのレッドリストとしての指定はないが、香川県では純絶滅器具の指定を受けている。採取行為や森林開発による生育地の消失などにより個体数の減少が顕著となっている。白い花をつける品種の白花あサマリンどう。ありがとうございます。